縦て縦しとは、源の義満伝来の鎧とされる源氏八両の一つ。特に、海の国の武田家に伝わる大鎧で名高い。皇室や公家においては家紋を表彰する宝器を直系子孫に送電する慣習が行われていたが、平安時代後期以降は武家においても、僧侶家着流では、鎧や旗など家の表彰とされる武具を送電する習慣が生まれる。 聖は源氏着流に代々伝えられた鎧の一つが、なしである。方言物語や、平治物語にその名が見られ、平時元年、1160年、平治の乱の際に、源義朝が、黒脅しのなしを身につけて戦った後、みのろを配送中、大雪により進むことが困難になったことから、身を軽くするために、雪の中に脱ぎ捨てたとされている。 江戸時代の一説によると、それを伊沢五郎、武田信光が拾って、買い、武田家に持ち帰ったというが、平時の乱闘時に、信仰は幼児であり、この伝承には疑問が持たれる。加疎白木三郎、義光以来、送伝されてきたという武田家の伝承とも矛盾する。また、平時物語の盾なしは黒い尊しと、描写されているが、 姿天神社に現存する武岳伝来の盾梨は、小桜行き返しおどしであ、吉友着用の盾梨と武岳伝来の盾梨は、別のものと考えられる。盾梨鎧は、甲斐、源氏の失踪白木三郎、吉光以来、甲斐、源氏の僧侶武田氏の家宝として送伝された、盾梨の五を持つ鎧で、と呼ばれる吉光から受け継いだ、日照記と隊になっている。おは、 甲州支援山上萩原の運法寺に所蔵されている。戦国時代には、戦国大名となった武田氏の家中で新格子され、お旗立たたてなしに対して、お旗立たたてなしもご将乱あれと誓い出陣したという。武田信玄は、たてなし鎧を鬼門鎮後のため甲府から北東にあたる山梨軍を祖号、甲州支援山上尾像の、姿天神社宝殿に収め、 武田氏の一族であるお祖師が管理し、必要に応じて持ち出されたという。天正十年、1582年、武田氏滅亡に際して、武田勝頼の家臣の田辺左衛門の城により、高岳寺の杉下に埋められたという。その後、飼を領した徳川家康により改修され、再び、姿天神社に戻され、江戸時代には東南に相破損し、完成十年、 1798年には補修、文政10年、1827年に補修が行われたという。昭和27年、1952年11月22日に、小桜、川脅し鎧かぶと、大袖付け、小桜川脅し鎧株と大袖付け小桜川脅し鎧株と大袖付きとして、美術工芸品の区分で国宝に指定された。縦なし鎧に関する文献資料で最も古いのが、甲府市王太町。 旧地は一条大山の自習寺院である、一連寺に伝わる、一連寺加古町で、鎌倉時代の当主、武田信文のの網号を記した箇所には、武田氏系図を転居に、信仰が社宝と、盾なし鎧を送電したことが記されている。武田氏は、鎌倉時代に、新寺流武田氏が、秋国守語職を継承し、会では、一族の会一条氏が足跡を残し、 南北朝時代に、新二流武田氏は再び海へ土着死外守護職を継承している。一連寺加古町編纂に際して用いられた武田氏系図は、現存する一等系図の前身となる系譜資料であったと考えられているが、一等系図では、縦なし鎧は進行以後に、海一上司を経て、二流武田氏に送電されたことが記されており、家督継承に際して着死に送電される伝承は、 新自流武田氏の開始杯を正当化させるために成立したと考えられている。また、戦国時代の永禄9年、1566年に長野県上田市の行島足島神社に奉納された神玄への忠誠を誓う起承文には、神族衆武田信部をはじめ、盾なし鎧について記載されているものが含まれており、戦国時代には武田家臣団の間で盾なし鎧が、 神格化されていたことが確認されている。戦国記では他に、盾なし鎧について記されている文書や記録は見られず、近世には、紅葉軍艦をはじめとする軍学書や、地種類に、盾なし鎧に関する記録が見られる。軍艦では、武田信虎が、自身の馬を所望する着男、勝千代に対して、吉弘の御たち、左文字の刀は兆し二十七台までのお旗 縦無しの相続を約束する逸話が記され、縦無しについては、白木三郎ご不足であると説明されている。また、軍艦によれば、勝頼一期の天正三年、1575年には、長篠の戦いにおいて武田方が、織田信長、徳川家康連合軍に敗北した際に、武田家臣団の中で撤退論が主張される中、抗戦を主張する武田勝頼は、 縦なし鎧に対して制約を行い、反対していた家臣らもそれに従ったという逸話が記され、竹竹当主が、お旗、縦なしに対して制約したことは改変できないものであったと、異作法を説いており、軍艦が成立した17世紀初頭にはこれらの伝承が成立していたと考えられている。さらに、軍艦に付随して成立した、紅葉軍艦末書。 神玄前週末書などでも盾なし鎧を着用した武田信正は合戦において矢を通さなかった霊源新たかな鎧であったという逸話を記している。勝よりは後継ぎの信勝が元服鎧木の式を済ませていなかったことから急いで陣中にあった盾なしを着せ、その後不死で自陣したという秘話が残っている。江戸時代中期の知種類では、萩原元、つ界の名称詞では、 姿天神社社殿内に、盾なし鎧が祀られていると記し、これを、源の頼地が、五霊勢天皇から歌詞された竹だける以外の宝器としており、これは、近世文献で盾なし鎧が、姿天神社に伝来していることを記した書件で、あると考えられている。文化十一年、1814年に成立した、松平定義編、海の国史は、 縦なし鎧に関する多様な伝承を記している。国史によれば、縦なし鎧は、源頼地が、前九年の役に際して配慮したもので、白木三郎義光から、武田氏に伝来し軍神として崇拝されたという、巻百九。また、戦国期には、鬼門封じのため姿天神社に収められ、お祖師により管理されたことを記し、武田滅亡の際に、鎧が埋められた、光学寺。 大杉の下は、かつで、白木三郎義光が、立てなし鎧を埋め、武田信武も出本に際して、鎧を埋めたという伝承を記しており、末期七十五、高学寺、立てなし鎧を前直したという伝承は、近世文献において確認される。また、国史では、武田氏滅亡に際して、滅亡の地である天夜から活より着用の鎧を、回収して、姿天神社に収めて、 縦なし鎧と称されたと記し、江戸時代の原文年間には、青木紺陽、文蔵が公衆を調査た際に鎧ビーつを見分し、これを契機に存在が知られ、観覧者が増加し盗難され破損する事件も発生したという、巻109。国市によればこの事故を受けて爆心である清水寺良、平三郎、中村千武、八太夫により修復が起訴され、完成3年。 1791年から翌完成4年には、江戸で、甲冑市、明智宗政、宗明親子による服が行われたという。国市には、姿天神社新職、土屋進む量、左右門の殻の伝文情報を記した、坂木原香織山による修復記録を収録しており、修復中には、香山自身も鎧を実験している。同記録では、 縦なし鎧の破損状況や修復に至る経緯が記されており、同じく国史に収録されている田天神社新職日記によれば、縦なし鎧は完成3年12月4日に江戸へ到着し、自社奉行による内乱、12月18日には将軍、徳川家成による乗乱を経たという。また、道の区国白川藩主で幕府老中を務めた松平定信は、 全国各地の書画や古器物、武具などを模写した周古十種を収士、今日は文化書年に刊行されている。周古十種では、縦なし鎧に関しても記述されており、完成四年1792年時点での破損していた状態の縦なし鎧を図解で記している。縦なし鎧は、同年に修復され将軍の上乱を仰いでいるが、貞信は、 縦なし鎧の複製を作成し、完成7年、1795年に、現在の福島県白川市の鹿島神社に奉納している。名称し、国史などの記載から18世紀代には、姿天神社伝来の小桜、川脅し鎧鎧が、竹だけに送電された縦なし鎧であるとする認識が、定着していたことが確認されるが、縦なし鎧を所蔵する姿天神社は、 府中八幡神社、現八幡神社での交代儀頭を義務付けられた、金番社であったが、完成三年に、将軍家成が、盾なし鎧を乗乱した際には、天正十一年に、徳川家康が鎧を乗乱したと、有意を紹介しており、文化十四年、1814年には、将軍主院上を得て、金番役を免除されており、盾なし鎧に関する伝承の成立と、 姿天神社の自立が連動していることが指摘される。中山西川論文。西川掘る。縦なし鎧をめぐる。伝承の実体化。高等伝承と文字文化。2009. 四文閣。姿天神社が、金板役体制から自立した過程については、西田掘る。金星後期における社家の活動と、言設講習国。姿天神社文章を素材として、私学雑誌。 1997年、なし鎧は明治以来一般公開されることがなく、美術史においては江戸時代の再生品とも評されていたが、近年には山梨県立博物館におけるレプリカ作成のため、詳細な調査が行われ、山梨県立博物館や甲府市の竹田神社、宝物館に複製品が展示されている。平安時代後期制作の兜鉢や金具など、 大鎧の鉄製部分が再利用され、鎌倉時代中期に仕立てられた鎌倉様式の鎧で、南北朝時代から戦国時代にかけて補修が施されている。また、伝承に見られる埋能された形跡も認められていない。小桜川おしとは、愛で桜の花びらを表した、小桜文用で小金を川おすことを意味するが、実際にはさらに木肌で着替えしを施した。 小桜駅外石脅し鎧であると指摘される。川脅しの大半は江戸時代の補修時のものであるが、わずかに当初のものが残り、平安、鎌倉時代の大鎧の様式を基本に補修が行われた各時代の様式を残している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。